暮らしのマーケット大学です。今回は出張着付けと出張ヘアメイクです。笹井美容研究所の日野原さんに来ていただきました。日野原さん、よろしくお願いします。お願いします。今回は夏真っ盛りということで、夏にぴったりの着付けとヘアメイクをしていただきたいと思います。日野原さん、私の浴衣がこんな感じなんですけれど、今回は大人っぽい女子会に行きたくって、そんな感じのイメージに仕上げていただきたいんですけれど、お願いできますか？はい、僕仕上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、これからではメイクを始めていきます。アレルギーとかはなかったですね？はい、ないです。はい、今はメイクを落としていただいて、じゃあスキンケアからやっていきますね。なんか気になってることとかあったりされますか？普段自分でメイクをしてるので、はい、メイクがアップデートされてないっていう、その大学時代とずっと同じメイクをしてるのでありがちですね。そうなんです。なのでありがちですよね。年齢に合ったメイクに入るのができてないような気がするとかはあると、眉が結構しっかりしてるので、それが悩みですけど。それはそれで素敵ですけど。どういうメイクが多いですか？こだわりがあんまりなくて。はい。毛穴は適当に隠れればいいやあ、なるほど。じゃあ毛穴ケアには力を入れて、崩れにくさとかはあんまり気にしてなくて、はい、重いのがあんまり得意じゃないというか、粉っぽくなってしまうので、どちらかというと乾燥ですかね。乾燥なのかなと。肌診断みたいなやつでマッサージとかしちゃって大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、ちょっと軽くですけど、なんか内側は水分ちょっと少ない感じが、言われてみれば見た目は全然綺麗でいいですけど、なんか意外と乾燥しやすそうですね。自分でも化粧水とか、はい、あんまりこだわってないというか、はい、何回もこうパッティングっていうんですか、するといいじゃないですか。めんどくさくてバシャッ終わりとかが多いんで、化粧水の力に頼りがちで、はい、多分安い化粧水でも量いっぱい使った方がいいみたいな話あるじゃないですか。なんかでもついついいい化粧水だったらやっぱいいんじゃないかとかって。ああ、なるほど。使いかけのが家にいっぱい。あ、全部は使わないんですね。結構いい化粧水って成分が良すぎて、なんか若い方とかだとなんか合わないことも結構あるんですよね。なんで本当に確かに質より量といいますか、なんか土台ができてないとなんか浸透しないとかっていうのはなんかよく聞きますけど。そうですよね。そうなんですよね今は乳液を塗っています。乳液はなんか何種類か使い分けてるんですけど、ちょっと保湿力が高めのちょっとシスレーを使って、崩れも気になるのであんまり化粧水をたっぷりにして、今下地を塗ります。紫外線効果のあるものを気になるということだったので、一応ここにも塗るんですけど、他の下地も仕込んでいこうかなと。これはちょっとトーンアップもしてくれる下地を、毛穴もちょっと埋めてくれるんですけど、ちょっと光で埋めてくれる感じですかね。飛ばしてくれる。こういうフォアクリームって言って結構毛穴を埋めてくれるクリームがあるんですけど、これをちょっと塗り込んで大きい毛穴にはこれをよく塗り込みますね、私は。でちょっとマットにもなるので。でも皮脂はそんなに崩れとかはないですかね。あんまり皮脂崩れとかはないですかね。そうですね、多分、はい、そんなになさそうですね。ファンデーションを塗っていきたいと思います。よいしょ。マスクは今日はされますか？つけたり外したり、つけたり外したりかなと思います。はい。そしたらちょっと薄めにちょっと筆で。もともとお肌が綺麗なのでそんなに塗らなくてもいいかなぐらいな。綺麗ですね。なんか白いかな。ちょっとコンシーラーを目元と口元ですかね。ちょっと軽くしていきますね。口元上げると口角上がって見えるので、ちょっとこの辺りもちょっとね沈みやすかったりする。ここでしっかり押さえちゃいますね。ファンデーションをなじませてちょっとフィットさせてきますね。よいしょ。マスクつけたり外したりされるということで、あまり濃くはすると剥がれちゃうので、剥がれてもなんか不自然じゃないようにしていきたいなと思ってます。これだけ抜き。肌の質感はこのぐらいな感じでどうでしょうか。はい、ツヤ感がちょっとあって好きな感じです。あ、よかったです。ちょっとだけ今はたきますね。大人っぽくしたいということだったので、はい、ちょっとしっかり陰影をつけていけたらなと思います。なのでちょっとシェーディング入れていきますね。シェーディングのポイントとかってありますか？私なんか丸顔だと思うんですけど、はいはいはい、あんまり自分でもうまくできないんですよ。あ、なるほど。丸顔さんだと割とこの辺りですかね、顎の辺りのところを入れてもらうと一番いいかと思うんですけど、この腕のところからこう下に上下上下にこう、やっぱり首と色が、ね、違っちゃうとあれなので、これを入れてもらえると。ここですね、ここをなんか削ぎたい感じなので。はい、はい、にこう入れてもらえると笑った時にここが一番高くなるので、はい、ここからこの顎のラインをこう削る感じでこう入れてもらうといいですね。あとおでこは前髪があるのでそんなに必要ないかと思うんですけど、おでこのこのこめかみあたりも全部入れてもらうと、もっと顔がキュッとこう前に立体的になるので、こうシャープになったんじゃないかなと。あとは根元のところですね。眉毛はしっかりあるかと思うんですけど、眉のこのくぼみのところですかね、ここをこうもうちょっとくぼませてあげるとちょっと大人っぽい。感じに目がこう寄るとちょっと大人っぽい顔になるので、目が離れてると可愛い感じになるんですけど、目を近づける感じですかね。で鼻も可愛らしい鼻なんですけど、ちょっととがらせる感じに、ここにもシェーディングを入れるとちょっと尖った感じに。ハイライトを入れることでもできるんですけど、はい、ハイライトとかシェーディングとかは使いますか？ざっくりって感じです。ざっくり。そうですね。でこの真ん中に、はい、ぐらい。鼻筋とあると。あとは顎とかにもちょっとあると立体的にはなりますかね。あとは C ゾーンとかも入れてもらうと、さっきのシェーディングしたところと、ハイライトでここが上に上がってくるので、それでまたちょっと立体的な感じに、はい。あと練りのチーク、練りとか液体状のチークとかがあると、後からパウダーでやるよりもマスクの時は落ちづらいので、ちょっとこれチークだけ仕込んでおきますね。このチークもちょっと外側を狙う。シェーディングとつながるようにやってもらうとちょっと大人っぽくなりますね。こういうちょっとピンクじゃない感じのベージュっぽい感じにするとさらにちょっと大人っぽく。入れ方をちょっと外目に入れてもいいかもしれないですね。ちょっとハイライトと同じようなところに入れてあげるとちょっと大人っぽく。パウダーでチークを調整していきたいと思います。眉毛は今しっかりあるので、ちょっと整えて、眉は結構薄くしたいですかね。あんまり主張しないようにしてますいつも。マスカラだけでいいぐらいな感じですかね。綺麗な緩やかなアーチみたいな感じにしたいなと思う。なるほど。頭がちょっと下がってるとか、そうですね。いつも気になってます。頭だけ描きましょうか。シャドウは何色が多いですか？普通スにブラウンとか、あとは色入れるとしてもオーラル系、ちょっとオレンジっぽいのとかが多いです。大人っぽくしたいということで、でも女子会なんですもんね。はい。女子会はどんな方が来られるんですか？大学の友達です。あ、なるほど。じゃあなんかちょっと華やかさがあってもいいですよね。そうですね。そしたらちょっとブラウンはブラウンでもちょっとラメ感のあるものを使っていきましょうか。はい。はい。ラメつぶってください。大学の時からのメイクはブラウンがやっぱり一番使いやすいですもんね。そうですね。なんかあとアイシャドウ全然減らなくて。確かに意外と減らないですよね。もう何年も同じの。そうですよね。意外と減らないんですよね。そうなんです。コスメのアイブロウジェムを使うことで、はいはいはい。全然減らないんですよ。なんか意外と強くていいのかな。女子会ですもんね。ちょっとね、涼しげにと中央にだけちょっとのせちゃいますね。で、開けてみてください。ありがとうございます。閉じてください。ちょっと際をブラウンで締めてきますね。開けてみてください。目閉じてください。アイラインとかは結構引いてますか？クリームペンシルみたいな。ああ、はい。で今使っていただいているのって。はい。今パウダーでちょっと埋めてますね。意外と目開けてみてください。意外と目のところが粘膜が見えやすいのかなと思うので、確かにちょっと引きにくい目かもしれないですね。あんまり引きすぎちゃうと隠れちゃいますよね。なんかそうですよね。なんかこうちょっとあればいいぐらいなので、私は。どちらかというと取れてもなんか汚くなりづらいのでリキッドで引くことが多くて、で目の、まつげの間を埋めていきますねくらいな感じで、自身でやるときは鏡下に置いてもらって目を引っ張って描くと描きやすいです。自分でやるとこう太すぎたりだとか。あ、そうですね。結構細めのもので目の際をまつげの際を埋めるぐらいで大丈夫かと思いますね。クリームじゃない方がいいのかもしれないですね。太めですよね。そうですね。クリームだとあとまつげの間にくっついちゃったりするので。はい、クリームもクリームで描きやすいんですけど、私は最近はリキッドになっちゃいましたね。取れたとしてもなんかポロポロポロっと下に落ちてくるので、あんまりパンダ目にはなりにくくって、それで気に入って使ってますね。下にもアイシャドウをのせていきますね。夏っぽくオレンジをちょっと入れてみようかなと。オレンジっぽいゴールドパールを。よいしょ。涙袋って結構入れてますか？ちょっと描いたりする時もあります。あ、本当ですか？影を。あ、影を。あ、了解です。ないですよね、あんまり涙袋は。あ、はい、でもなくても、はい。見てください。ティング綺麗なんですけど、ここはちょっと影は入れずにパールでちょっとパールで作っていっちゃいますね。目線下見てください。で、まつげを上げてちょっと整えていきたいと思います。まつげは下がりやすいとかありますか？多分。あまりずっと長くキープはしない感じかと思います。マスクとかつけてるとすぐまつげ下がっちゃいます。ああ、結構あれですよね。スチームな感じになって。そうなんですよね。上に上がってしてきちゃいますよね。下地とかは使ってますか？ああ、使ってないんです。了解です。普通に塗るだけです。じゃあ今日はちょっと下地使ってみましょうか。はい。下見ててください。アベツセの下地でリニューアルをしちゃってパッケージが変わっちゃってるんですけど、はい、これも結構おすすめですね。白くならないので。なるほど。はい、結構白くなっちゃったりとかするものが多かったりするので、なんか皆さん嫌がって、まあ、面倒くさいのもあるんですけどね、一手入れるだけで結構持ちも変わってくるので、ここでトカーラをやってマスカラをやっていきたいと思います。トビウラは使ったことは使ってますか？使ったことないです。あ、本当ですか？これも USB で今充電できるんですよ。便利で。で下見てください。これも結構ポーチの中とかにも忍ばせといて、ちょっと下がってくるとグッと上げていただくと。ちょっと元気な印象になるので便利ですね。探してくること。塗った上で大丈夫なんですね。あ、そうですね。一回ビューラーで上げてマスカラの後でも大丈夫です。くるんと毛先を上げてもらえれば結構落ちにくく。で、ここで私は最後に下見ててください。マスカラを塗ってちょっとまつげを伸ばすイメージで下地塗った後だと結構ダマになりやすいので、こういうコームタイプといいますかね、ちょっとちっちゃめのものだと結構やりやすいですね。ちょっとダマになったら最後にちょっとコームをかけてあげて。で、バッチリしますね。バッチリよかったですで、下まつげ小滝さんは長いのでそのままでも多分そのままのこちらのマスカラでもいけるかと思うんですけど、はい、下まつげ用のものっていうのがあって、目線を見てください。これだとさらにちっちゃいのでとても塗りやすいですね。私はなんか塗るとき下にくっついちゃっても一度下にパウダーをのせてるので、まあ、気にせずドンと塗ってしまって、後から綿棒とかで取っちゃいますね。上下にマスカラを塗ると目に幅が出るので、どうでしょうか。はい。普段自分じゃなかなか最後にちょっとチーク出てきますね。オレンジっぽいものを。意外と浴衣とかって普段とは違う、はい、ものになるので、はい、ちょっとメイクお着物とかもそうなんですけど、ちょっと濃いぐらいでも意外と着ると濃くて良かったなって思う感じになると思うので、ヘアはなんかどんな感じにしたいとかってありますか？髪は、はい、いつも浴衣着る時とかは、はい、まあ、その低めのアップスタイルみたいなことが、はい、多いんですけど、はい、ちょっとすっきりめの方が、モリモリっていうよりはシンプルな感じの方がいいかなと思います。はい、ちょっと顔が丸いので、はい、いい感じにこう混ぜたら嬉しいなと思います。すごい顔が丸い、何回もそんな顔丸くないですけど、そこはカバーできるような髪型ですね。横の毛はでも結構短めの毛が少しあるのかな、あんまりないのかな。前髪に沿うようなこの辺のちょっとはあるんですけど、そうですね。今ベースで巻いていきますね。巻いていっています。結構ゆるふわで。引き出すのは流行ってましたけど、ちょっとタイトなのも最近は流行ってきてて、頭の形がなんか鉢が張ってる、はい、なるような気がして、あと後ろが絶壁なんですよ。はい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 、いい感じにこう目立たない感じになると引き込まれましたと思います。立ち張りさんだとあんまり引き出したりしない方が、トップは引き出してもいいかと思うんですけど、引き出すのよりもちょっとタイトめなのの方がもしかしたら合うのかもしれないですね。ご自身でもスタイリングとかはあんまり一つ結びとかはなんかおろしの方が多いですか？そうですね、基本おろすことが多いですね。あんまりふわふわで引き出すっていうよりかはちょっとタイトめで作っていきましょうかね。はい、ハーフアップだと重い感じになっちゃいますかね。そうですね、ハーフアップでも全然可愛いしいいと思うんですけど、今日がとても暑いので、ハーフアップだと巻きますよね。下はそうですよね。巻きが結構取れやすいかもしれないですね。すごい可愛くておすすめなんですけど、外に行かれるんだったら日中の外だと下にしましょうか。そうですね。じゃあまとめる感じで。まとめる感じで。直毛なんで巻きも取れやすいんですよね。そうですよね。結構取れやすそうな感じが。そうなんです。今回はベースで巻いてるので、壁はそんなに重要視してないので使わなかったんですけど、はい、カールローションとかを使うと、はい、先に仕込みでシュシュシュッとやっておくと巻きはちょっとは取れにくくはなるので、おすすめではありますね。だといいツヤが出るので、それをちょっと生かして、そんなに巻かずにちょっとナチュラルな感じで、この辺りが気になるということだったので、残しましょう。そうですね。残してあんまりすごいわがままであれなんですけど、あんまり顔周り気になりつつこううるさくしたくないです。あ、はい。耳は出さない方がいいとか出したいとかありますね。耳若干かかるぐらいで大丈夫ですか。はい。ちょっと多かったら入れちゃいましょう。はい。これはあれですよね。これが一番顔周りのやつですよね。そうですね。ちょっと短かったので。編み込みだとちょっと可愛くなっちゃうので、ねじる感じでも大丈夫ですか？はい。はい。言ってくださいね。はい。こう女子会は街歩くのが結構多いかもしれない。ああ、なるほど。これです。いいですね。お写真撮ったり。そうですね。じゃあちょっと飾りもちょっと写真撮って見える位置につけた方がいいですかね。そしたら。草を重視して。崩れにくい感じのに仕上げるとき、はい、特に気をつけるというか意識しているポイントとかあったり。あ、そうですね。できればあんまりピンは使いたくないんですけど、なるべくちょっとポイントでゴムを留めるようにしたりとか、あと編み込みとか。そういうスタイルだと結構崩れにくいので、そういうものをご提案することが多いですね。卒業式か、大学の卒業式のやつとかでセットしてもらったりしたことあるんですけど。はい、家帰ってから自分で外すとめちゃめちゃ髪の中から。あ、そうですよね。まだあるまだある。そうですよね。なるべくやっぱりピンも負担がかかっちゃうので、あんまりしたくはないんですけど、なんかの中を私は本当だったらピンとかゴムを使わなくてもできるスタイルでも少しだけちょっとねじったりとか、ちょっと引っかかりをつけて、なるべく落ちてもちょっと大丈夫なように、まあ、なるべく落ちないようにはしたいんですけど、いろんなところに絡ませて。取れるようにしといてくださいっていう要望も、はい、2時間程度の撮影なのでとかもあったりするので、そういう時にはスタイリング剤を変えたりとかすることもありますね。最近だとそんなに洋装と和装のヘアスタイル変わらなくはなってきてるんですけど、洋装でも大丈夫なスタイルにしたりすることもありますね。よいしょ。なんか今痛かったりとか大丈夫ですか？はい、大丈夫です。髪飾りはどっちにつけたいとか、好きな顔の向きとかありますか？顔の向きは、はい、多分こっちが好きですか？はい。じゃあそっち側につけちゃいましょうか。私が当てちゃっていいですか？はい。はい。前髪は結構皆さんやり慣れてたりとか、はい、決まった位置がある方も結構いらっしゃるので、結構お渡ししてアイロンをやってもらうこともたまにあったりするので、遠慮なく言っていただければ。前髪って難しいですよね。前髪そうですね。結構顔の印象変えたりとか、流行りとかも結構あったりするので、強めに巻いときましょうか。はい。取れた時のことを想定してちょっと巻いときますね。ちょっと邪魔になったら耳にかけてもらっても可愛いかなと。とかは固めちゃっても大丈夫ですか？ここだけちょっとこっち側に自分でやってもいいですか？はい、あ、もちろんもちろん。はい。しょうか。はい、すっきりしようで。ここにもスプレーちょっとつけてもらってもいいですか。はい、ですかね。リップつけちゃいますか。もともとお持ちだったりするものとかありますか。もともと持ってるのは一回使って、はいはい、これでもピンクっぽいのが多いですかね。そうですね。なんかあんまりその寒色っぽいピンクは多分合わないなと思ってて、はいはいはい、なんか泡ピンクベージュみたいな感じのとかが多いです。そしたらそれを上から塗ってもらっても大丈夫なように。はい、ちょっと大人っぽくされたいということだったので、ちょっと赤みの、ちょっとオレンジコーラルっぽいちょっとベースで塗っていきますね。はい、多分ちょっと取れてくると思うので、ブランっぽい、ブラン元々の人につけるので、ちょっとその方によっても色が少し色があった方が大人っぽい感じにはいいかなと。はい、はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。お好きな色を多分上から重ねてもらえれば、落ちにくいものをちょっとつけてるので。はい、でも一回ティッシュを、一回ちょっと、噛んでもらってもいいですか。はい。何回か重ね付けしておきましょうか。これでちょっと落ちにくくなるので。はい。しっかり塗っちゃいますね。はい。着付けの方に、はい、させていただければと思います。はい、お願いします。はい、これから着付けを始めていきます。補正していきます。ちょっと熱いんですけど、補正があった方が崩れないので、はい、ちょっと入れさせてもらいますね。よいしょ。ちょっと苦しかったら言ってくださいね。はい。はい。ちょっと大人っぽく着付けるので、レモンは後ろの首の方ですがね、これは抜いて着付けていきたいと思います。と。大きいので、今苦しくないですか？はい、大丈夫です。ちょっと腰紐は1本はちょっときつめに結んでいかせていただきますね。ちょっと足さばきいいように内側は外に折ってますので、足さばきが良くなるかと思います。で、浴衣なので短めな方がいいかと思うんですけど、ちょっと大人っぽい感じなのでこのぐらいの長さにしましょうか。胸元は結構好みがあるんですけど、あんまり詰めすぎるとちょっと苦しくって子供っぽいかなという感じもするので。フォーリンベルトっていうんですけど、フォーリンベルトがなくてもできるんですが、あると崩れなくちょっと楽に着付けられるので、持ってらっしゃる方はこれを使いますね。で、胸元を留めていきます。リンベルトは、はい、どこを抑えるものなんですか？はい、襟の合わせをこうゴムで留めてくれるものなんですけど、この上からまた紐をするので、はい、なくても大丈夫なものなんですけど、あると紐ゴムで引っ張ってくれるので、ベルトっていうのなんか帯の何かあれなのかなと思ったら、そうですね。ちょっと名前がそうなんです。名前がなんかちょっと変わってるので、後輪ベルトって何ですかっていう質問はよく来るんですけど、これが後輪ベルトになりますね。紐を留めていきます。ちょっと後輪ベルトしてるので緩めに今日はちょっと留めたいと思います。崩れにくさみたいなのって、はい、どこで決まるんですか？そうですね、割と襟元ですかね。この辺りは動いたりするとどうしても崩れやすくなりますね。あとはおはしょりと言いまして、この帯の下にこう浴衣だと出るんですけど、まあ着物でも出るんですけど、それが結構ぐしゃぐしゃっとなったりとか、座ったりするとペロンと上がってきちゃったりするので。はい、それはもうご自身で直してもらうしかないんですが、自分で着るときは結構ここがぐしゃぐしゃっとなっちゃうことが多いので、こうぴっしりできてると結構綺麗に見えますね。小さい方だとこのおはしょりですね、これが結構作るのが結構出てしまうので、自身できるときはちょっと大変かもしれないですね。これがおはしょりを留めるというか、そうですね、これがだて締めといって、紐の上にしっかり留めていくものになりますね。で、この後にこれは帯板なんですけど、後からするタイプの、先にしとくタイプのもので、あと差し込み式のものとかもあるんですけど、これは先につけとくものなので、これつけといちゃいます。ちょっともしかしたら夏用のものじゃないのでちょっと暑いかもしれないんですけど、一回つけた形でちょっとやってみますね。はい、で帯はできていただいたのが3種類ありますね。多分一番可愛い感じだとグラデーションの黄色ですかね。こういうのが来るか、あとはこれは赤黒のリバーシブルなので、なんかいろんな色の使い方もできると思うんですが、これもスタンダードな感じですね。大人っぽくもいけると思います。これも結構粋な感じで、はい、いけると思いますね。帯の飾り結びがこれですね、飾り結びをつけるとしたら真ん中にこのオンボ玉が来るので、まあこれは浴衣が青なのでどちらでも合うかとは思うんですけど、こういった感じになるか、こういった感じになるかですね。まあ、どうしましょう。バリエーションとしてはこっちの方がもしかしたらリバーシブルなので、帯をたくさんバリエーション作るとしたらこっちの方がやりやすいかもしれないですけど。とりあえずこっちの帯をこれでじゃあパタパタやって、はい、他のものを全部こっちでやっちゃいましょうか。そうですね、ちょっとそうですね、わかりましためっちゃ前締めますね。リボンに結んで返したものになります。よいしょ。ちょっとバランスを整えます。こんな感じですね。グラデーションが効いててとても可愛いですね。はい、こんな感じになります。可愛いですね。可愛いですね。うん。色もあって。これは上にビーズがついてるパターンなので、ちょっと上に見せちゃいますね。可愛いかな。うん、こんな感じでしょうか。はい、かなりでもこれでもいいかもしれないですね。そうですね。途中の浴衣のオレンジと白に、ね、どうでしょう、2つで。うんうん。はい。ですね。これも結構これだけでつけてる方もいるんですけど、しっかりピンを下から上に私はつけて、これが取れてなくなると結構残念なので、よいしょ、しっかりつけるように。上からでもいいんですけど、よいしょ。痛くないですか？はい。はい。かっこいい感じですね。そうです。はい。あ、はい。はい。雰囲気的には、どっちだろう、こっちですかね。そうですね。確かに。ちょっと可愛くなる感じですよね、こっちの。そうですね。確かにちょっと明るいので元気な感じですかね。はい、うちの色にしたいと思います。はい、履き慣れた方で選ぶっていうのもありだと思いますね。着付けとヘアメイクが完了しました。雛原さん、ありがとうございました。改めて今日の着付けとヘアメイクのポイントを教えていただけますか？はい、大人っぽく仕上げたかったので、小滝さんの要望もお聞きしつつ、はい、はい、大人可愛くできたんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、帯は、はい、リボン結び。はい、リボン結びで、リボンの結び目が見えるとちょっと子供っぽい印象になってしまうので、ちょっとふんわり結び目が見えないようにさせてもらって、あとは帯締め、飾り紐ですね、もうちょっと真ん中よりは少しずらしてちょっと粋な感じにしてみました。はい、ありがとうございます。素敵に仕上げていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。着崩れないためのポイントとか気をつけた方がいいってありますか？あ、そうですね。階段を歩く時とかは、はい、先ほどもお伝えしたんですけども、はい、足さばきがいいように内側は結構折ってやってるんですけど、どうしても前に行くのは難しいので、はい、ちょっと斜めにこう歩いて階段をいただくとすごく歩きやすいですね。あとお車とかですね、はい、お尻から持っていただいてくるっと足を回していただくと、うん、あまり足をこう大きく開かずに乗ることができるので、はい、試してみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。最後に雛原さんにお伺いしたいんですが、はい、暮らしのマーケットに出店して良かったこと何かあれば教えてください。はい、私はヘアメイクとしての仕事が主なんですけれども、着付けの仕事もやりたくって暮らしのマーケットに出店させていただいて、すごく仕事の幅が広がりました。ツールが全部揃っていたので、とっても始めやすくていろんなお客様に出会えてとても良かったです。嬉しいです。ありがとうございます。最後にこの動画が参考になったよという人は是非いいねボタンを押してください。コメント欄に一言でも感想いただけると励みになります。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。